陸海軍警報の適用に是非、する法律。陸海軍警報の適用に、関する法律は、第八海帝国議会において成立した、日本の法律。本法は、陸軍警報及び、海軍警報に規定する刑罰の適用の特例を、規定したものである。本法は、特段廃止の措置はなされていないが、陸軍警報及び、 海軍警報が1947年5月3日に廃止されたことから、最長でも同日をもって実効性を喪失したこととなる。書簡は陸軍省及び海軍省の教官である。本説では本法の概要を説明する。なお、本説において単に陸軍警報及び海軍警報という場合、それぞれ明治14年大上官布告第69号及び、 明治十四年大上官布告第七十号を指すこととする。陸軍警報及び海軍警報並びに、それらに関連する法体系の整備については、1872年に兵部省から陸海軍警律が制定され、1881年に陸軍警報、海軍警報として別々に制定された後、陸軍、海軍ともに別々に行われてきた。 陸軍における刑事実態法たる陸軍刑法においては、1881年に明治14年大上官布告第69号として制定され、本法施行前までに2度改正が行われた。また、陸軍における刑事手続法たる陸軍知財法においては、1883年に明治16年大上官布告第24号として制定され、 1888年に明治21年法律第2号により全部改正が行われた。一方海軍においては、刑事実態法たる海軍刑法を1881年に明治14年大上官布告第70号として制定され、本法施行前に4度改正が行われた。また、海軍における刑事手続法たる海軍治財法においては、 1884年に、明治17年大上官布告第8号として制定され、1889年に、明治22年法律第5号により全部改正され、さらに本法施行前までに一度改正が行われた。このように、陸海軍ともに個別に法体系の整備が行われた北たが、これまで陸海軍が共同して行うほど大規模な実践もなく、 また陸海軍が共存する軍事機関の整備もまだ進んでおらず、実務上特段問題が生じることはこれまでなかった。時代を下るにつれ、陸軍参謀本部条例、海軍軍令部条例、大本営条例東陸海軍が共存する軍事機関の整備が進み、さらに日清戦争東陸海軍が共同して軍事行動を行う機会が出てきた。しかし、 陸海軍警報における想定では、同じ軍に所属する者に対して、処罰を行うものであって、他の軍に所属する者に対して、陸海軍警報いずれも処罰を行うことができない。このような状態を認めると、軍内の規律が乱れることになり、もって国家の安寧に影響を及ぼすこととなるため、政府は他の軍の軍務を行う、または陸海軍が共同して、軍務を行う。 際の陸軍警報及び軍警報の適用に関する特別法として本法を制定することとした。本法は前三条で構成されている。本説では個々の条文について解説を行っていく。本法第一条では本法の趣旨を条文化したものである。これまで陸軍警報及び海軍警報は各軍内での事件について 処罰を行うことを前提に制定されているため、陸軍軍人が海軍に勤務しその軍務を行っているとしても、陸海軍警報では、犯行の主体として規定される軍人を当該軍の軍人としていることから、陸海軍警報ともに適用することができなかった。そのため、本条では陸軍軍人が海軍の勤務に服する場合、海軍軍人が 陸軍の勤務に服する場合または陸海軍軍人ともに陸海軍の勤務に服する場合陸軍警報においては海軍軍人を陸軍軍人と同志し海軍警報においては陸軍軍人を海軍軍人と同志することとしたここで海軍警報第123条の感染症化石災罪を事例として本庁の適用について説明する本刑罰は 海軍軍人が無断で感染に、消火を積載することを禁止し、軍内の規律を正す、ことを目的としているが、陸軍軍人が、海軍の勤務に服する場合においては、これまで、陸軍警報に、本刑罰がなく、また本刑罰は、海軍軍人を主体とする申請身分犯である。ことから、海軍警報は適用できず、たとえ陸軍軍人が犯行を行ったとしても罰する、ことができなかった。 しかし、本条が適用されることで、当該陸軍軍人は、海軍警報上海軍軍人と同志されることとなる。ため、海軍軍人と同様に、感染症化石災害が適用されることとなる。例一三章。本法第二条では、本法第一条の適用により、陸海軍警報ともに適用することとなる場合。 一つの犯行について二度処罰されることを回避するため、その整理方法を条文化したものである。そのため本条では、本法第一条の適用により、陸海軍警報ともに適用することとなる場合、犯行の主体が陸軍軍人であるときは陸軍警報を、犯行の主体が海軍軍人であるときは海軍警報を適用することした。ここで二つの事例を用いて、 本庁の適用について説明する。一点目は、陸軍刑法第126条及び、海軍刑法第110条の政治活動禁止罪である。本刑罰は、軍人の政治活動を禁止するものとして、陸海軍刑法それぞれに規定されている。海軍の勤務に服する陸軍軍人が、当該犯行を行った場合、従前では、陸軍刑法の条項により罰せられるところ、 仮に、本法第一条のみが適用されるとすると、海軍警報においても、当該陸軍軍人は、海軍軍人同士されることとなり、海軍警報でも罰せられることとなる。そのため本条を適用することで、当該犯行においては、陸軍警報が適用されることとなる。例に参照。二点目は、陸軍警報129条及び、海軍警報第134条の、 共同逃亡罪である。本刑罰は、軍人4名以上の徒党組んでの逃亡を禁止するものとして、陸海軍刑法それぞれに、通常の逃亡罪より重く罰する予定されている。陸海軍軍人が共に、陸海軍の勤務に服する場合、陸軍軍人2名及び海軍軍人2名で、当該犯行を行った場合、従前では、 陸海軍警報それぞれにおける軍人は2名である。ことから、共同逃亡罪構成要件に該当せず個別の逃亡罪として罰することしかできなかったが、仮に、本法第1条のみが適用されるとすると、陸軍警報においては、陸軍軍人2名及び、陸軍軍人と同志される、海軍軍人2名で、海軍警報においては、海軍軍人2名及び、海軍軍人と同志される、 陸軍軍人2名で、当該刑罰の構成要件が満たされ、当該犯行を行った4名全員が、陸海軍警報をそれぞれで罰せられることとなってしまう。そのため本条を適用することで、当該犯行を行った陸軍軍人においては、陸軍警報を当該犯行を行った海軍軍人においては、海軍警報がされることとなる。033章。 本法第三条では、犯行の主体の範囲を条文化したものである。単に軍人といっても、将校から軍属、さらに軍務を補助するものと、解釈によりその範囲が異なってくるから、本条では、陸海軍警報において規定する軍人及びこれと同志するものとした。本法は、前説により制定する必要があったため、陸軍大臣及び海軍大臣である。 最後をつく道の何より閣議正義が行われた。審査の結果、法案は閣議決定され、第日本帝国憲法第38条により1895年2月18日に帝国議会に協賛を経るため提出された。法案は最初に衆議院において審議され、その後貴族院にて審議された。1895年2月22日に、 衆議院において本案は、議事日程第一として、本会議において第一読解が開始された。最初に、陸軍省軍務局第二軍事課長不評中佐である、竹内小作政府委員より、立法趣旨について、述られた後、衆議院議員、山田泰蔵より二問の質疑が行われ、その後議長指名による特別委員会に、本法は付託されることとなった。 同年2月25日午前11時30分より、開会された陸海軍警報の適用にぜき、する法律案特別委員会では、委員長及び理事の御選が行われた。また、同年2月28日午前10時より開会された本特別委員会では、深山委員より一問の質疑が行われた後に、議決が行われ、本案は原案通り可決し、 同日午前11時30分に散会した。第一読解の続きとして、同年3月11日に、本会議に特別委員会報告がなされた本案は、衆議院議員、吉本英吉の同議により、読解を省略し、直ちに決議が行われ、意義なく可決された。1895年3月11日に、衆議院を通過した本案は、 同日、貴族院へ送付され、第一読会として、本会議による審議が開始され、政府委員、竹内昌作より、立法趣旨が述べられた後、貴族院議員男爵、小沢竹雄及び名村泰蔵よりいくつか質疑が行われ、貴族院議員、長谷川貞夫の同議により、本案の審査を議長が選任する、特別委員会に付託されることとなった。 同年3月16日午後3時より開会された陸海軍警報の適用にぜきする法律案特別委員会では委員長及び副委員長の誤選が行われた後いくつか質疑が行われ本案は原案通り可決し同日午後4時に散会した第一読解の続きとして同年三月十八日に本会議に特別委員会報告がなされた案は 貴族院議員団尺、小沢岳及び死尺、蘇賀助のよりいくつか質疑が行われ、貴族院議員団尺、小松幸正の同義により、読会を省略し、直ちに決議が行われ、起立者多数により意義なく可決された。貴族院議長、八塚持明は、銀法第三十一条により、八百九十五年三月十八日に、両院の議決を経た法案の採開を行う。 要国務大臣である内閣総理大臣、伊藤博文宛に通知を行った。これに対し内閣は、同年3月20日に、本案上層について、閣議決定され、明治天皇に対し上層されることとなった。その後、同年3月29日に、立法権を有する明治天皇は本案を、原案通り採開した。本説では、本法が制定された後について説明する。 本法は、制定後、公文式第10条に基づき、同年4月2日に官法をもって交付された。また、本法は、施行に対して規定がないことから、同令第10条から第12条までの規定により、原則明治16年大条官2つ第14号に、規定する官法が、各府県庁に到達する日数の翌日から起算して7日後に、施行されることとなった。その後、 1908年10月1日に陸海軍刑法がそれぞれ全部改正され、本法の規定については各々の新法に吸収されることとなった。ただし本法第2条の規定についてはこれまで刑罰の刑重を問わないとしいたところ、新法施行により、各新法により刑罰の刑重が等しい場合にのみ従前と同様に陸軍軍人の場合は、 陸軍刑法海軍軍人の場合は、海軍刑法を適用するよう規定し、刑罰の刑獣がある場合は、陸海軍刑法の一般法である、刑法第55条の規定を適用し、最も重い刑で処断することとなった。本法は、新法施行の際に廃止等の措置はされなかったが、法学上の原則である、五法は全法に優先するにより、 新法が適用されるものについては、実効性が喪失したこととなる。その後、各新法が1947年5月17日、交付、5月3日適用のポツダム宣言の受諾に、伴い発する命令に関する権に基づく、陸軍警報を廃止する等の政令、昭和22年政令第52号により廃止されたことから、最長でも同日をもって、 実効性は喪失したこととなる。なお本政令は、いわゆるポツダム命令であることから、法律としての効力を有している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。